クリストファー・ライアン・ウェッツは、アメリカ合衆国、ミシガン州オークランド郡、サウスフィールド出身の元プロ野球選手。右ト左ヒだ。2002年の MLB ドラフト6巡目で、シカゴ・ホワイトソックスから指名されたが、契約せずにウェイクフォレスト大学へ進学し、翌2003年に、ミシガン大学へ編入した。2005年の MLB ドラフト4巡目で、 再びホワイトソックスから指名され入団。同年は、参加のパイオニアリーグのルーキー級のグレートホールズ、ボイジャーズで6試合、A 級カナポリス・インティミデーターズで55試合に出場。2006年から2007年にかけて、A 級バーミングハム・バロンズでプレーし、2008年は、トリプル A 級、シャーロット・ナイツでプレーし、オールスター・フューチャーズ・ゲームの米国選抜に選出された。 8月10日にメジャー昇格を果たし、8月12日のカンザスシティロイヤルズ戦でメジャーデビュー。チームはシーズン終了後、守備位置の重複するアレクセイラ・ラミレスを2塁から遊撃へコンバートさせ、ゲッツは2塁手として2009年開幕を迎えた。8月12日から15日間の故障者リスト入りしたものの107試合に出場し、 複数アンダジ試合は新人選手としてリーグ最多、投塁成功率はリーグ1位を記録しトップスルーキーオールスターチームに選出された。2009年11月6日にマーク・ティーエンとのトレードでジョシュ・フィールズと共にロイヤルズへ移籍した。2013年12月2日に FA となった。2014年1月16日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。 参加のトリプル A 級バッファローバイソンズで開幕を迎え4月29日にブルージェイズとメジャー契約を結んで25人枠入りした昇格後は10試合に出場したが打率160と結果を残せず5月11日にィーフとなり13日に40人枠を外れる形でトリプル A 級バッファローへ降格した直後の5月16日に 現役引退を発表した。2014年11月20日に、ロイヤルズの球団職員になることが発表された。その後、2016年のシーズン終了後に、ホワイトソックスの育成部長へ就任した。ありがとうございます。